段の裏は、日本の裏の古称で、自称、樹影の乱の舞台となった場所。以下の2箇所が知られる。日本語の表記揺れにより、古風に、段の裏とも記し、また、土辺の、段でなく気辺の、段で、段の裏とも記す。上述の前者について、丘陵聖国名を冠して、長と段の裏など称することもあり、本校では、長渡国と佐野木国を、限定詞に用い、 それぞれに最も多く見られる用事で、長戸段の裏、佐野木段の裏と書き分けて区別する。関門海峡の一角である、早友の瀬戸周辺の1974年に撮影された空中写真で、左上の陸地が本州、右下の陸地が九州、かかっている橋は関門橋、その右側の黒いのは橋の影。そして関門橋が、 本州側で最初に接す,する海岸地域が段の浦である。対岸は福岡県北九州下地区若目狩地区でメカリ公園行き、地理院地図グーグルマップ段の浦手前の石碑は段の浦古戦城市の碑でミモスソガ公園に所在する。その向こうには早友の瀬戸が横たわり関門橋が架かる。橋向こうに見えるのは古城山で北九州下地にある。 若めがり公園、源義経、平智森像、2005年 NHK 大河ドラマ、義経を記念して、2004年12月12日、三モス川公園に建立された、源義経と平智森の銅像。壇の裏漁港関門海峡でも最も、境外な海域である早友の瀬戸に面している。そのため、現在では、本州と九州を結ぶ、 陸上交通機関の多くが壇の浦と対岸の若目狩りの間を連絡している。元来の地名としてはあくまで海岸地形の名称である。現在行政市町村名としては、大技壇の浦町、グラミー4がその名を引き継いでおり、関門橋直下周辺を区域としている。しかし講義には、壇の浦町、ミモッソ川町、グラミー5、本町、グラミー6の大技3区域を指す。 自称、樹栄の乱の最後の合戦となった、段の浦の戦いの戦場として有名である。また、馬官戦争の主戦場の一つとしても知られている。鉄道道路国道9号段の浦とその周辺地域にある特筆すべき施設等を、おおよそ北にあるものから順に記載する。もっとも、どこまでを該当地域とするかについて確かな基準は見当たらない。地名構成後、 裏の概念に照らしてみた場合は、水辺との関係性の薄い地域は該当しない。本州最西端の下関市域の海岸線を走る。この地域には、火の山の南西陸に沿って入る。旦那裏をなぞって走る、国道9号に、ミモスソガワ交差点で合流し、ここからは左に折れて北東へ進む。右に折れて、道なりに南西へ進めば、すぐに、ミモスソガワ公園。 ついで、壇の浦古戦場跡があり、さらに進めば、ミモスソガワ町域を出て、壇の浦町域に入る。グラミー7ミモスソガワ町1に所在する、都市公園で、石碑、銅像などが、数多く設置されている。グラミー8ミモスソガワ町21の1に所在。グラミー9関門自動車道、下関壇の浦バスストップ、壇の浦パーキングエリア本殿、拝殿などは、 壇能浦町6に奥の院は壇能浦町8に所在。グラミー10壇能浦町最南端の海岸を占めるグラミー11。伊勢兵士の残党が漁民に姿を変えて住み着いたという伝説がある。そのため壇能浦の漁師は幼くして受水した安徳天皇を敬って戦場で正座して漁をするとされる。憂列に画像あり。 下関市の浄土新州本願寺破国楽寺。壇の浦町の南隣の大技、阿弥陀寺町の八の六に所在。高原元年の阿弥陀堂僧建に始まる。文久二年、文久三年には、騎兵隊の陣が置かれた。グラミー十二阿弥陀寺町四に所在。赤間神宮境内の拝殿の近くにある、安徳天皇御陵。グラミー十四安徳天皇阿弥陀寺陵の金傍の、 阿弥陀寺町4一に所在。壇の裏で滅んだ伊勢兵士を弔う墓と塚。グラミー15壇の裏の戦いで、伊勢兵士が迎えた歴史的事実になぞらえて、物事の悲劇的な結末の例えに用いられる。八島の壇古例から相引き川川口地域を望む。この地域の手前側は、八島の戦いの戦場にもなった佐野木段の裏である。 もっとも、江戸時代以来の度重なる開発によって地形は大きく変容し、王子の面影は残されていない。八島の南東山腹には八島城があり、その真東の麓の先に入り江が広がっていて、日本語としては、この入り江、すなわち、裏が段の裏であったか、もしくは、入り江の西の裏が段の裏であった、に、ここの入り江には、 今も昔も真北に流れるびき川が注ぎ、北に向けてビザン瀬戸に開けている。総員川の両岸は江戸時代に盛んに埋め立てられ、開拓されて塩田と水田に変わった。その流れの中で八島はほとんど島でなくなり、南陸側と東陸側で総員川が四国本土と隔てているだけのほぼ陸続きになった。総員川は依然として、 微山瀬戸に注いでいるが、埋め立て地は、塩だと、水田から、住宅地と、市街地に変わってゆき、多くの人々の住むところとなった。アスカ時代にあたる大砲2年、大宝律令によって、佐野木山軍団の一つとして、八島に、山田軍団が置かれ、この地の入り江か海辺かあるいはその両方かはわからないが、団の裏の意をもって、真弓の裏、団の裏と呼ぶようになったと考えられる。 鉄道高松琴平電気鉄道指導線、薬流駅道路 Google マップ。ありがとうございます。